高校の頃に付き合っていた彼女の家が会社を経営してて、そこそこ裕福な社長令嬢だった。美人で可愛かったが、付き合って1年目あたりで振られたんだけど、その際に、俺くんってひょっとしてこのまま私と付き合っていけると思ってる？一応私の家計ってそれなりだから、将来ずっと付き合っていくとなると釣り合わなさすぎる。俺くんちの家庭と私の家の家庭じゃ釣り合いが合わなさすぎるから別れた方がいい。まあ結婚とかまずありえないけど、と散々言われて振られたわけなんだけど、やっぱり頑張って努力して付き合うことができたのに、見下されて振られるのって後味が悪すぎてへこんだけど、それがバネになって勉強を頑張って頑張って頑張り抜いた。大学落ちて浪人してもバイトしながら勉強して彼女にバカにされてた。医者とか夢を見すぎ、俺くんの頭じゃ無理でしょう、との発言を無事に打ち破り、苦労の末医者になることができました。親に出してもらった学費の返済はあるけど、それに見合った収入もあり、頑張った甲斐があった。しかし修羅場はここから。医療に専念してからしばらく経って同窓会があったんだけど、久々に元彼女に会った。一人一人マイクで今何してるか自己紹介するんだけど、最初は俺を見ても挨拶すらせず見下すような表情だったのに、自己紹介が終わった直後に元彼女が寄ってきて、頑張ったんだね、自己紹介の時嘘ついてるのかと思った、でも今の俺くんなら付き合い直してもいいかも、と言われた時に別れ際に言われたことを言い返してやった。君ってひょっとして俺と付き合っていけると思ってる？今の俺の立場って一応そっち方面だから、将来ずっと付き合っていくとなると釣り合わなさすぎる。今の俺の立場と君の立場じゃだいぶ差が開いたからやめた方がいい。まあ結婚とかまずありえないけど、って似たようなことを言い返したら、何様だと思ってるんだゴラー、と酔った勢いもあってか元彼女ひするひする、酔っ払って私は天皇陛下より偉い、とかわけのわからないことを言い始めて、結局周りから相手にされず、しまいには会場からつまみ出される始末、と強がってはいたけど、医者だからって年収が特別いいわけじゃないし、親への返済とかもあるし、人並みに生活していく収入がある程度です。どんな立場でも人を見下してるといつかは帰ってくるってばあちゃんが言ってた、まさにその通りの出来事でした。もう本当勉強勉強で休みがなくて大変です。念願の医者になってからも勉強のオンパレード、内科医になって少しだけでいいから安定した生活を送りたいものです。振られた時のへこみは半端なかったです。釣り合わなかったのは自分の責任だと思って勉強に打ち込めたので、そういう面では元彼女に感謝してます。ただ立場も待遇もかつての自分じゃ手の届かなかった元彼女に対抗できるくらいの存在になれて言い返せる立場になったのはちょっと嬉しかったり、次の同窓会は元彼女の性格に難があるせいで呼ばないことにすると幹事が言ってました。今でも私の家計なんて天皇陛下みたいなのよりよほど偉いんだ、と阿修羅のような表情で切れてた元彼女の顔だけが忘れられなくなりました。とりあえず前向きに1本90円の発泡酒を飲みまくって寝ます。